こんにちは、のぼです。16日土曜日、今日は高坂に行きます。阿賀野屋さんでフライ物を買いに行きます。昨日ヘルシオみたいなスチームオーブンレンジ届きました。それでフライ物を温めて食べようかな、そういう話での企画です。行きます。ちなみにいつもとちょっと違うルートで高坂に行こうと思っています。今日はこの道であっちの方に行きます。入間川を渡ります。うん、小畔川も渡ります。こっちです。ここを右に曲がると景色が開けます。左に行こうかな。この先を左に曲がればもうあの見慣れた景色です。近いかな、安全かな、そういうふうに思います。綺麗に咲いてます。高坂です。だよね、こんなです。今日はね、目的地ここだから自転車で1時間かかって川越から来ました。そう、実はね、新しいほらスチームオーブンレンジってあるじゃないですか、ヘルシオってやつ、ヘルシオ、ああいうやつをね、昨日買ったの。でこちらのやつをそれで美味しく温めていただきたいと思います。何かわからない。はい、メンチとアジフライ、ね、久しぶりで、あ、でもコロッケ、あ、やっぱり メンチとコロッケと、うん、じゃメンチを2枚とコロッケを1つ、ハムカツを1つと、みかんぐらいを1つとアジフライを1つで、はい、以上でお願いします。目的地。あの姉さんが、そう。お昼ご飯食べてから来たんです。あらま、ありがとうございます。そうそうそう、新しいね、スチームオーブンレンジなるものを買ったので、こちらの揚げ物をですね、もっと美味しく温めて食べようかという、そういう企画でございます。はい。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。どうも。という企画でした。お家へ帰るぞ。